あちゃんです。今日2本目の動画になります。暗号資産ニュースに関連する楽しい情報を配信していきます。よろしくお願いします。で、今日2本目の動画はですね、出ましたノアプロジェクト、今日ストリームライブやってましたね。でちょっと少しだけ視聴して聞いてました。でその中でというですね、ちょっと首をかしげすぎて折れてしまいそうになるぐらいちょっと疑問な、テーマを話されていたので、ちょっと紹介と自分のちょっとコメントをしたいと思います。でまあね、前半に正通り侍さん、中盤にその疑問の教育機関の話で、後半は、まあ、なんか球団のなんていうんですかね、紹介制度というか MLM マーケティングなのかちょっと分かんないですけど、そういう話がありました。でその中段のですね、教育機関の話についてちょっとお話ししたいと思います。その名の、その名も、UBAI ですね、プラチナムがこれから始めようとしている教育機関で、まあ、ちょっと分かんないですけど、ユニバーサルブロックチェーンインベストメントっていう内容ですね、まあ、略称 UBAI。でまあ、これはですね、動画ちょっと見てもらえば分かるんですけども、ブロックチェーンの、基本中級上級という形で、基本的な技術的な内容、例えば、ウォレット開設して、ね、お金送金したり、ブロックチェーンとは何かとか、でまあ、中級はもう少し、ね、ビジネス寄りの話とか、もう少し基本よりも深い話、上級は、開発ですね、エンジニアとして、プログラミングであったり、ブロックチェーンを中心として開発ができる、エンジニアを育成していくというような形の、教育機関をですね、立ち上げたというような話でした。でね、その教育機関に対して、なんかね、ちょっとお金を払うようなね、感じだったんですよね。要するに有料の受講みたいなような感じで、受け止めました。動画とかいろいろありそうでしたけども、塾という、ね、いうような表現もしてましたし、そのあたりがちょっとね気になりました。で、実践的にというか、教育していくというような話のようですと。で、その業界の第一線で活躍する、専門家たち、最終的にはノアブロックチェーンとか、QDAO の、プロジェクトに参加して、今のねロードマップ掲げている内容を開発してもらうっていうのも、当然視野に入れてるんでしょうというところですね。でちょっとその、こういった内容で気になったのはですね、若干プラチナム映画というか、要するにね金儲け、言い換えるならば、そのノアブロックチェーンの活性化の人材育成を、有料で集めるというようなね感じに、個人的には捉えましたと。で、結局ね、運営側もそのスワップに対して、相当疲弊している、やり取り問い合わせとかも大量に運営側の方々やってましたし、そのあたりが結構大変だったっていうのがあるでしょうし、あとブロックチェーンの開発のねロードマップが、安藤さん中心に挙げられてますけど、それなりに壮大で、作り変えるということですから、要するにね、人のリソース、人が足りないと、中級から上級のエンジニアの育成も、急務なんだろうというふうに勝手にちょっと推測しました。で、そのね、ノアプラチナムもやはりこのブロックチェーンの、開発ですね。結局その、どのね、アルトコイン、主要アルトコイントップ10の中でも、人材が不足していたり、開発リソースを維持できないというのも徐々にね記事として上がっていました。例えばねライトコインとかもそうですね、なかなかその運営側の開発体制を整えにくい、資金の調達が難しいみたいなような話も、若干ちらほら出てきてます。そんな中ね、ノアブロックチェーンもいろいろロードマップ掲げている中で、分散取引とかね、クロスチェーンとか、いろいろテーマが豊富ですよね。そこに対してやはり、全体の市場として、
このブロックチェーン戦争の中ではかなり出遅れてる印象がある中で、まあ、やっぱ人材もいないのかなっていうのがちょっと思いましたね。ブロックチェーンの、まあ、戦国時代戦乱の中でやはり、育成のところが非常に、苦戦しているっていう中で、こういった UBI 教育圏を立ち上げたんじゃないかなというふうにちょっと個人的に思いました。まあ、さらにはね、やはりその人を囲う優秀な人材を集めるためにはお金が必要なので、まあ、そのあたりのね、人材を囲い込むための費用も運営側に、まあ、豊富な、ね、資金がそれなりにないんではないかなっていうのはちょっと感じてます。はい。でね、まあ、こういった基本中級上級という形で、まあ、勉強してほしいという思いもあるんでしょうし、運営側の、問い合わせする、ね、人材もね、まあ、大変だしバカにならないと思うんで、まあ、ユーザー側もね、投資家たちも勉強してほしいということだと思うんですけど、まあ、ここにねちょっと、まあ、いくらかわからないですけどお金を取るというのはちょっと違うかなというところはちょっと個人的には思ってます。まあ、基本的にはねこういった基礎勉強はね、まあ、皆さんご存知かわかんないですけど、普通にユーデミーとかねオンライン学習で、まあ、普通に1000円とかね2000円ぐらいで普通に受講できますし、まあ、無料でね大量に転がってるね情報を集めれば、すぐにねまあ、勉強なんてねできるよっていう感じですよね。はい。まあ、そういった中でやはりまあ資金に苦戦しているのかなっていうふうに勝手にね、憶測というか、まあ、なんか推測してしまいますよね。まあ、ちょっとね脱線するかもしれないですけど、まあ、投資のね、やり方とかね、そういったマーケティング手法の勉強するとか、まあ、そういうのって、まあ、お金出して教えてもらうっていうのもありますけど、結局ね自分で勉強するしかないかなっていうのもありますし、まあ、お金出してねコースを受講するのは、まあ、若干こう情報弱者からお金を取る人たちと、もう同じようなね、感じにもちょっと見受けられる、まあ、そんなニュアンスで、流れていってるような、プラチナムっていうちょっと印象を今回の動画ではちょっと勝手に持ってしまいましたと。でね、まあ、ノアプロジェクトは、まあ、コミュニティがね結構壮大ですし人も多いので、まあ、有料なコミュニティに育て上げれば、まあ、いいのかなっていうふうにはちょっと思いましたね。まあ、そうやって教育で有料でお金取るっていうよりも、まあ、自主性というか、まあ、自分たちで勉強して、まあ、高めていくっていうね、そういったね、まあ、あと仲間ですね、育てていくって取り組みも重要で、そこをこう、推進していくっていうのもなんかね重要かなと思いました。まあ、で、まあ、エンジニアとかねプログラミングできる人たち、さらにはブロックチェーンっていう人たちを、まあ、育てていくというのはね専門のコースとかも設けていいのかもしれないですけども、まあね、そこに対してビットコイン支払ってとかね、完全にビジネス寄りな話も若干ちょっとね、疑問ではありますけども、まあ、やはりねこうやってノアコインをね、かなりガチ保してプレセールから買って、まあ、何年もねガチ保している人たちに対して発信するちょっとね内容でもないようなちょっと気もしております。はい。まあ、といった感じで今日のちょっとねストリーミングに関しては、ライブに関しては若干疑問ですっていう感じではありますけども、まあね、初期プレセールから関わってるも私も中心に、まあね、今のね暴落したノアコインはある程度ガッチホというか、まあ、一生ね墓まで持っていくっていう感じでしかないので、何かね応援しなくなるというわけではないんですけども、まあね、その徐々にね、まあ、スワップも落ち着いてきて、まあ、これから開発だっていう中で、まあ、徐々にねそのプラチナムの運営状況というかそういうのが徐々に明らかになってきているのかなというふうに思いました。はい。まあね、こういった、まあ、これ完全に、ね、私の個人的な憶測とか、ちょっとね実際は違うかもしれないので、まあ、自分ご自身で、お考えいただければと思うんですけども、まあ、こういったねブロックチェーンまたは暗号資産のまあ、競合がひしめく中、戦国時代の中で
こうやってノアブロックチェーンどうやって生き抜いていくのかと、どうやって価値を見出していくのかっていうのは非常に注目されるところかなと思っておりますので、まあ、今後もちょっとね継続ウォッチしていきたいなと思います。はい、今日はね、以上になります。ノアブロックチェーンに関連する、ストリームのライブストリームですねのちょっとコメントでした。もしよろしければね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。あっちゃんでした。